待って。オッケー。ああ、左。あれ、あり。先生がいるで。クリア、ダメだね、クリアってするよね。なんか、バラバラしてるぞ。なんか邪魔者が入ったよ。あ、だよ。下向きすぎですね。上げて。はい。うん。電車向いてるわ。分かったもん、最後。ああ、こうなってるって。やっぱね、ちょっとパラレルしようと思ったけど、ブーツが壊れてるんで。うまいね。うーわ、すーごい転倒。大変。うーわ、やってもうた。危ねえ。危ねえ。うわ。
ダメだ。夕日の中から出てくる男。暗くてなんか見えないけど映ってんのかな。あ、止まったかな。こういうのはそうだな。分かった分かった。さあ早く来い。さあどうした。パラレル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 。うわ、早すぎて。そして長嶋監督が出て急遽ピッチャーの交代を告げます。まあ、やんないよ、するわ。仕事だろ。今のボール、そしてルールを説明していただきたいんですが、去年までですとね、はい、まあ、緩い寄せ振り目がカーブですね、カーブだからチェンジアップであってもですね、頭に当たりすればもう、すごく退場だったんです。故意であるかそうでないかにかかわらず、頭に当たった瞬間に退場でした。ただ、これはあれにもね、よいじゃないかと。フライングネーターの、まだね、東京ドームで笹岡がコートを受けて、受けて、受けて、受けですよ、はい、本人はもう笑ってると思う。それはちょっとおかしいということになって、はい、それでそういう、わーって顔してるやっぱり。本当に危険でない球ですよね。これはもう、よしにしようと抜けた球ですね。これ今は本当に甘い球ですね。非常に力、もちろん桑田は濃いじゃないのは明らかですけれども、はい、本当に潮と色、速い球が。あれ、橋本って30番だった？うん、その最後の時に、こう、貸していこう。あ、ボールですね。はい。あれね、ボールが入りますから、ほとんどこう、散るとね、ちょっと将棋ボール。ただ今、飯田もちょっと目のあたりを気にしていますね。中畑さん、はい、相当衝撃があるようですね。いやいや、その瞬間はね、はい、今、中畑さん言われましたように、ボールが大きく跳ねて帰ってましたが、着衝撃を叶えて、反映してると思うんですよ。で、今回は、ああ